インフィノバンドスイッチのポートインフィノバンドとは非常に高い RAS を持つ機関系 HPC 系のサーバークラスター用高速 i オーバスアーキテクチャおよびインターコネクトのことシステム間インターコネクト機構としては RAS 機能のほか、他機構に比較して定例天使である点も特徴であるインフィノバンドはファイバーチャネル PCI x p r プレス シリアル ATA 等の最近のインターコネクトと同様、ポイントツーポイントの双方向シリアル接続である。複数のプロセッサと HDD 等の高速外部デバイス間の接続に利用される。複数の転送レートをサポートするほか、PCI Express のように複数のチャンネルを束ねて利用することで高速な帯域を実現することができる。シングルデータレートのインフィノバンドレーン1本は、 最大 2.5Gbps 双方向の転送速度を持つ。ダブルデータレートおよびクワードデータレートは、1レームあたりそれぞれ 5Gbps、10Gbps 双方向の転送速度を実現する。エンコーディングの変更された14データレートは、1レームあたり 14.0625Gbps 双方向の転送速度を実現する。SDR、DDR、 QDR には8ビット、10ビット変換が用いられ、8ビットのデータが10ビット化され転送されるため、実行転送レートは上記の値の80%となる。よって実行転送レートは、それぞれ 2GBps、4GBps、8GBps となる。一方、FDR には64ビット、66ビット変換が用いられ、 64ビットのデータが66ビット化され、転送されるため、実行転送レートは上記の値の約97%となる。よって、実行転送レートは 13.6Gbps となる。インフィのバンドの接続を4本もしくは12本束ねて、高い転送速度を実現することができる。十二 x において HDR でデータ転送を行った場合、 618.75Gbps あるいは 600Gbps となる。2018年11月現在、HDR に対応した製品が入手可能である。12X は主に、コンピュータクラスターや、スーパーコンピュータのノード間接続や、ネットワークスイッチ間接続に用いられる。また、複数のベンダーから構成された、業界団体、インフィノバンドトレードアソシエーションによる、 ロードマップでは、今後、2020年後半に、HDR のさらに2倍の性能となる NEXT データ、レートが登場する予定であり、その後さらに、XDR が提供される計画がある。レテ天使は、SDR スイッチでは207秒、DDR スイッチでは147秒、QDR スイッチでは107秒程度である。エンドツーエンドでは、 メロナックス社の HCA であるコネクテックスを用いた、場合の MPI0104 で1.07マイクロ秒、キューロジェック社のインフィニパス HTX を用いた1.29マイクロ秒、メロナックス社インフィニハースト3では2.6マイクロ秒が観測されている。現在市場には多様なインフィノバンド用 HCA があり、製品によって特性は異なっている。インフィノバンドは、 ドマをサポートしており、CPU オーバーヘッドを低く抑えることが可能である。ドマ命令の0点子は1マイクロ秒以下である。参考までに DDR3 スタラムのメモリ0点子は0.1マイクロ秒程度である。インフィノバンドにおけるネットワーク構成は、イーサネットのような階層型ネットワークではなく、スイッチ型ファブリック接続を採用している。 多くのメインフレームのチャンネルモデルのように、すべての転送はチャンネルアダプター間で行われる。各プロセッサノードはホストチャンネルアダプターを持ち、各外部デバイスはターゲットチャンネルアダプターを持つ。これらのチャンネルアダプターはまたセキュリティ情報、QOS 情報のやり取りが可能である。インフィノバンドではデータは一つあたり最大4キロバイトの複数のパケットにより、 構成されたメッセージのやり取りにより転送される。下記のメッセージ転送がサポートされる。1998年後半、機関業務に使用される各種サーバの計算性能は、ムーアの法則に従い、ほぼ18ヶ月に2倍のペースで高速化されてきていた。しかし、サーバ内のバースアーキテクチャは、機械、電気的制権により、その進化に追いつけず、 コンピュータシステム性能向上のボトルネックとなっていた。そこで、インテルを中心に、スイッチ型ファブリックインターコネクトテクノロジーをベースとした新しい I、OR アーキテクチャとして、ジオが提唱され、企画定義を開始した。一方、タンデムコンピューターズ社のセルバーネットの流れを組む、コンパック、HP 社、IBM 社の3社は、同様の技術をサポートした付与を提唱した。 ところが、1999年の IDF スプリング1999において、ジオの情報が公開された際、フィオの仕様の一部が取り込まれており、最終的には両人映画歩み寄り、シオとして統合されることとなった。その後、2000年1月に、シオはインフィノバンドに解消された。2000年10月には、インフィノバンドトレードアソシエーションにより、企画書が提出され、 統一的な企画として成立した。現時点の企画は、インフィノバンドアーキテクチャースペシフィケーションリリース1.2-1。当初本企画のリーダー的存在だったインテルが撤退を表明し、同向が注目されたが、その後、HPC 分野を中心に広く利用されるようになっている。多くの計算機能度を接続して構成される HPC 業界では、 インフィノバンドのシェアは高い。2015年11月時点でトップ500では最も使われている接続方法となっていた。しかしその後中国のシステムを中心にイーサネットの採用が増え2017年11月時点ではインフィノバンドの採用数は減少し2番手に転落している。各ベンダーのブレード系サーバーやグリッド系サーバーの接続でオプションとして用意されている。 日本での使用例としては、ヒューレットパッカードのサーバーを使用して、NEC が構築した東京工業大学の PC クラスタツバメ2.0や、京都大学や筑波大学の T2K オープンスパコンが挙げられる。ストレージでは、ネタップ、ピュアストレージ、EMC といったメーカーの製品で、ホスト IO のオプションとして用意されている。2018年現在、 NDR は2020年後半、XDR は2023年以降に登場すると思われる。ありがとうございます。